everyone, my name is Esther and welcome back to my channel. We're here with a new episode of Skip and Loafer, episode 9. I'm super excited to watch this with y'all. I can't wait to see how Shima-kun and Mitsumi-chan's their relationship is going to grow because Mitsumi-chan is slowly understanding what love is and I want them to be a couple already. Like, I love them so much. They're so cute, but I feel like Ririka has Shima-kun under her palm and I don't know what's going to happen. Maybe Mitsumi-chan will have a big good influence on Ririka to kind of let go of like the past of what happened, but we'll see in the next few episodes if that is the case. But yeah, let us get started with Skip and Loafer episode 9, y'all. Oh, Mitsumi's so cute. Nao-chan. Moa iku na. Itte kimasu. Omiyage zenbu ireta? Minna ni yoroshiku ne. She's going back to her hometown for the summer, right? Does she have to take a flight? Oh, it's that far? Or is it the train? Oh, okay. そう、急。何?前送った荷物にトウモロコシ入っとらんかったやろ。そういえば、今年は雨多くて何も用ならんでね。ハクビシンもひどいし、来年からやめようか言うて。ばあちゃん、ただいま。おかえり、みつみちゃん。あんたが帰ってくっさけ食べさせよう思ってせきはん。ええ、わざわざいいがにゃ。まあ、本当は理由つけて、俺が食べたいだけよ。 I want sashimi! そりゃね、姉ちゃんに何食べさせようってお父さんもお母さんも張り切っとったもん。姉ちゃん、携帯鳴っとる。 もしもし。 みつみちゃん! あ、 つみちゃん! みつみだよ! みつみちゃんよ! みつみちゃんが帰ってくるからみんなで集まろう言うて。もう神社の前に全員来とるって。いきなり中学のみんなに会えると思わんかった。遠いところはゆっこのお父さんが送ってくれるんやって。 今頃うちのお父さんと喋っとるわ。私もちょうど明日でっかい花火セット買ってもらおうかなと思っとったげん。あね、みつみちゃん。ん?うち前に行ってた男の子。
ふみちゃん。Congratulations, Fumi!他のみんなは知っとるんきゃ。ううん、まだみつみちゃんに一番最初に言おう思っとったもん。お、ついたついた。そういやみつみちゃん、練習にこれからは標準語喋るって言うとったんはやめたが。うん、そういうからかわんと思ってきたからいいね。遅いよ、パン焼こうか。昨日食べ過ぎ。スイカは食べる。え、母さん今日仕事休みもろたんよ。すみませんな。いいえ。That looks so good.夏休み明け最初の朝です。おはようございます。どうも、久しぶり。飛行機間に合わんよ。もうちょっといないよ、などとちょい泣きしたのも今は昔。やるぞ。岩倉光美15歳、シティガールに戻ります。シーマくん、おはよう。光美ちゃん久しぶり。何？いやー、第一発見クラスメイトが島くんだなんて幸先いいなーと思って。何それ。先輩、おはようございます。いつみくん、島くん、おはよう。文化祭の準備ですか？うん、大道具を早めに作っといてモチベーションを上げてく作戦だ。夏休み明け早々島くんに会えるなんて。俺はパワースポット的な何かかな。ああそうだ、ちょっと待って。文化祭公演の脚本、今回のは本当に自信作なんだよ。まあキャストは決まっちゃってるし、もう無理に出てくれとか言わないからさ、読むだけ読んでみてくれないか。純粋に君の感想が聞きたいんだ。そう言って受け取ったら興味ある認定して食い下がるでしょ先輩。おバレたか。あくん、公演は絶対絶対見に来てよね。じゃあ私も。じゃあ地元名産のイカせんべいです。うまい。全部もらったそばから食べるじゃん。島くんたちにもあげよう。あれ、ちょうどどっか行っちゃった。まあ後でいいんじゃない。
渡辺、ノートありがとう。おう。高校生の夏休みはあっという間のようでいて、すっごい開けたね。変革の一月でもあるようです。恋人ができた人、別れた人、大人びた人、明るくなった人。さっきのクッキー本当美味しかったでしょ。おすすめだ。近くなった人。みつみもう食べた？うん。渡辺に予約してた。どこか遠くなった人。各クラス部活動の実行委員の皆さん、お集まりいただきありがとうございます。今週末が出展内容の希望届の提出締め切りになります。飲食系とか制限の厳しいものもあるので、規定や注意事項などについてもう一度細かく説明していきたいと思います。ご存知の通り、文化祭にはうちを受験したい中学生や保護者の方々がいらっしゃいます。案内できるスタッフの配置を事前にお伝えしておきますので、そちらへ誘導お願いします。バルーンアート作成時のガス使用、 He's so happy。シモくん、わあ、グッドタイミング。今帰りかな、話したいな。忙しいかな、困るかな。すみません先輩、10分ほどだけ外します。資料は戻ったらまとめるので。ちょっと話してないだけで嫌われてるんじゃないかって怖くなったり、でも嬉しいことは無性に話したくなったり、不思議です。シモくん、おい、いった。これ、お土産の行かせに。 She's always like running to him. あのさ、うちの文化祭って来場者数が7000人近くにもなるって知ってた？コンサートだよね、もはや。そうなんだ。すごいよね。今日会議があったんだけどさ、スタッフの配置とか外部のお客さんの対応マニュアルとか、もうすっごいの。おもてなしの心よ。へえ。ごめん、興味なかったかな。この感動をお伝えしたいと思ったんだけど。いつみちゃん、こういうイベント好きなんだね。だってこんな華やかな文化祭ってドラマの中だけだと思ってたんだよ。めちゃめちゃ楽しみじゃん。いやでもこんなにはしゃいじゃ学級代表としての威厳が損なわれるよね。いいじゃん別に。シマくんみたいな大人の余裕を持たないと。買いかぶりだよ。じゃあ、うん。俺は資格がないから立ち止まってしまうだけで、ためらいなくまっすぐ進んでいける君らの方が。シモン、ずっと眩しくて遠いよ。やっぱシマくん元気ないから3つあげる。 I don't know why am I missional、oh.I'm holding back my tears. I don't know that. Oh. Hey, mom. 楽しく大事に過ごせたらいいです。多数決の結果、三組の出し物は演劇に決定しました。大変だけど頑張ろう。Uh-oh, Shima.Uh-oh. Alright, that was episode 9 of Skip and Loafer, y'all. Oh my goodness. I got emotional at the very end. I don't know why, but like, I feel like Shima-kun is going through so much at the moment. Maybe something happened during the summer break. And I feel like because Mitsumi is always like beaming with joy, I think he's kind of scared that he might bring her down, maybe. And that's why he's on purpose.Like drifting away from her. I don't know. We'll see. But yeah, that was such a cute episode. And yeah, I'm super excited for the next episode, you guys. But thank you guys again for watching with me. You guys know how to support me. Please comment, like, and subscribe to the channel. And I'll see you guys in the next video.
バイバイ。